どうもどうも、パチスロおじさんです。今日もパチスロの話をしようかと思います。今日は2020年6月14日で、前日の13日は旧イベント日ということで、20スロやってきました。70枚だけ勝ちました。それはさておき、コロナの影響で設定配分っていうのは下がったのかどうかっていうのを最近考えてたんですけど、まあ、私が行ってる店とは別の本店のデータとかも見ていて、勝ってる台はあるからそんなに設定配分下がってないのかななんて思ってたんですけど、改めてデータを見てみると全体の稼働数も、ジャグラーの島全体の稼働数も合算もまあ落ちているという状況が確認できまして、これは多分平均設定下がってるよなという結論を得ました。まあ実際の設定ってのはお店の人たちにしかわからないんですけど、まあ設定1の数がちょっと増えたのかなとか、設定6が5になったのかななんていうのは、まあ前の動画で話してたんですけど、その勝てない台の負けてる台の合算っていうのがまあ悪くなってるんですよね。ジャグラーは設定1でだいたい180分の1とかそんなもんですけど、こう見てると、1週間のとある台の合算が172分の1とか、そんな台がありますね。174分の1とか、悪いのだ260分の1の台とかもあったりします。これはまあ多分1週間設定1でほっとかれたんじゃないかなっていうふうに思えるんですけど、ゲーム数で言うと、まあ2万ゲームはこれはいい方の台ですね。1万ゲーム回って、合算174分の1とかっていうのはまあそんな感じかなっていうような気がします。でこのコロナの影響でまあ京都では1ヶ月半ぐらいまあ約2ヶ月ぐらい休業があって、でまあ営業は再開したんですけど、それがまあどれぐらいの赤字が出てて、で実際その家賃であるとか設備費とかそういうのがどれぐらいかかって、その回収のためにどれぐらいの期間がかかるのかっていうのは、私たちその経営には関わってない客の立場からするとわからないんですけど、一つ指標になるのがその設定以外に使ってた予算っていうのがまた復活しだした時に、まあ、企業として余裕が出てきたのかななんて思います。例えば、まあ、芸能人来店イベントとかですね。正直言うと、京都府はそもそも来店イベントっていうのが、禁止というか、例えばパチスロ番組みたいなのを収録するとかダメなんですね。で、タレントの人とか芸能人とかを呼んで、店内で話すとかっていうのは OK なんですけど、まあ、コロナ前までは月に1回ぐらいそういうイベントが組まれてました。で来る人によるんでしょうけど、多分その100万円とか200万円とか予算が組まれてたんじゃないかなと思うんですけど、そういうのはまあコロナでまあ自粛されてるっていうのもありますけど、多分予算的にも厳しいんだろうなと。あとはもう店員さんが減ってるとか、まあ、今までその多分幹部クラスでホールには出てなかったであろう人が出てきて、ドル箱交換とかしてるっていう姿を見せまして、まあ、つまりアルバイト従業員の数を減らして、人件費をまあ節約してるという感じでしょうね。まあじゃあその普段は内勤していたその社員の人が今現場に出てきてて、内勤の仕事はどうなってんだっていうのはまあ気になりますけど、アルバイトの人の数が元に戻った時に、予算がまあ出てきたのかなと。あとまあ私の行く店はカフェが併設されてたんですけど、そのカフェもまあコロナの関係で、今休業中でして、でもしかしたら飲食を提供するっていうのは今後その感染症予防という名目でまあ再開しない可能性はあるんですけど、あれもまあ正直言うとまあお客さんとか全然そんなに食べてないですから赤字だったと思うんですけど、そこに予算を使うのもまあ難しくなってるのかなと。
あと偶然かもしれませんけど、最近警備員さんがいないんですよね。うん、今までその駐車場とかの巡回とか、まあ、朝の抽選チケットとか抽選整理券の配布とか抽選とかを警備員さんがやってたんですけど、その警備員さんがいないと。これ多分人件費、警備員さんにかかる人件費をまあ節約してるのかなという感じ で、これから夏になった時に駐車場の巡回とかは絶対しないといけないわけでして、まあ、悲しい事故が起きる可能性がありますから、そこになるとさすがに警備員の人は復活すると思うんですけど、うん、そういう部分とかが元に戻った時に、まあ、コロナでできた負債っていうのがまあ戻って通常営業に戻ったという証なのかなと思います。うん、でまあもしくはそのコロナ危機に際してその不要な経費っていうのを抑えようという形になっていく可能性はあるので、まあ、カフェは一生再開しないし、まあ、警備員さんは絶対夏場の駐車場があるので復活すると思いますけど、アルバイト従業員っていうのもまあ戻ってこないかもしれないですし、ただその会社としてはブレインというか、うん、その経営っていうのを考えるポジション、内勤の人がいなくなるっていうのは長期的に見てマイナスになるはずですから、うん、みんながみんなそのホールに出てお客さん対応、ホールスタッフをするかって言ったら、中で経営戦略とかを考える人っても必要でしょうし、うん、そういう部分がまあ元に戻ってった時にコロナの影響から脱したということなのかなと、想像しております。まあ別の動画で話しましたけど、旧イベント日勝てる台があったっていうのは事実ですけど、うん、前よりは辛くなったなっていうのが印象でした。パチスロ制作者の人は今は、耐え忍ぶ時期かもしれませんけど、コロナに関して起きた不景気というのが、まあ、パチンコ業界に限らず全ての業種で、また元の経済活動が、戻っていくことを祈っております。はい、ちょっと長くなってしましたが、そんなことを考えてました。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。